プリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。12月19日月曜日のダイジェストです。19日の午前中はむち打ちが悪化したために、昨日は18日に頑張りすぎてしまって、具合が悪くなってしまったので寝ていました。午後はルーティンと掃除をしました。夜はカウントダウン TV を見ながら動画編集をしていました。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ゆとれさんとマリネスさんで踊り、黄色が動画編集をテレビ4時間の間ずっとしていました。あとブログも書きました。それから黄緑色が拡散で、展覧会出品の生徒さんたちとの連絡の LINE、 Twitter、FacebookYouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをして LINE ブログに日記のタイムラインを上げています。Instagram と緑がお休みをしていて、水色が計画を立てました。青色が暗記暗唱、紫色がタロットカード、あと写真を撮るの、ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、身だしなみを整えて誰かを褒め感謝を捧げ自分を愛して褒めました。薄だいだい色が皿洗い、洗濯、整理、お風呂、ボディメンテナンス、薬用のものとサプリ用のもの、寝る前の整理整頓までできています。お買い物は主様にお願いして両学長さんの動画とライブを聞きました。そうですね、はい。茶色がテレビをたくさん見て漫画も読みました。白色がノリトとお経、六方杯、お香を、あと金剛院さんで読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、動画編集をして黄色のクリエイターの才能を育てました。テレビを見て茶色のリラックスの才能を育てました。今日の自分観察ということで、首の痛みが悪化したので、ゆっくり少し寝る時間を増やし、で夜、夕方から夜にかけてはテレビの歌番組を見ながら動画編集をしていました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない、自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし60年以上あるかもしれない、そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。